西南戦争における、城山の戦い城山は、鹿児島市中央部にある山、あるいは丘陵。西南戦争最後の激戦地であり、国の史跡及び天然記念物に指定されている。かつては、鶴丸山、上野山と呼ばれていた。白山展望台の標高は107メートルもしくは108メートル。やや北方の MBC 南日本放送上山。 送信所跡地付近にある三角点の標高は123.4メートル。大部分が、シラスで構成されている。現在は、城山公園として整備されて、徒歩の他自動車で登ることも可能である。決して高い山ではないが、鹿児島市内で、鹿児島湾及び桜島を望む絶好のポジションにあり、夜景ポイントとして、人気のある場所となっている。 昼間でも天候が良い場合は、霧島山系や海門だけも見られる。また、クスノキ、シダ、サンゴジュなど分かっているだけで600種以上の亜熱帯植物が自生し、遊歩チ沿いに、それらの植物を観察することも可能である。この山は戦術のように、西南戦争最後の戦地となったが、現在も西郷軍司令部の置かれた洞窟。 西郷隆盛周園の地など、西南戦争関連の史跡が残っている。現在、山の南部には、白山ホテル鹿児島や NHKFM 放送の送信所が建てられている。また公園整備の時に駐車場も作られた。このため、この区域にあった上野山城の城郭部は破壊されて、残っていない。城山の名前は、中世に。 地元の豪族、上山氏が山城を築いていたことに由来する。1601年、島津忠常は、いくつかの候補地の中からこの地を選び、内城に変わる、新しい島津氏の本拠を築いた。それが、鹿児島城である。この時に、城山にも手が入れられ、麓にある館に、万が一のことがあった場合のごめの城、上野山城として整備され、城代には、 ただつねの謹慎である、島津常久が入場した。しかし1614年に、常久が死去すると、その後城代は任命されず、上野山城は、立ち入り禁止となった。その結果、現在も見られるような樹木が反茂する、原生林に戻っていった。過ぎること1877年9月、西南戦争において、撤退を余儀なくされた西郷軍は、 この城山に立てこもり最後の抵抗を試みたが、圧倒的な官軍の前に、西郷隆盛は、自陣に追い込まれ、他の西郷軍側将兵の多くも戦死した。1906年に、城山公園が開設され、その一部が1931年、国の史跡及び天然記念物に指定された。なお、西郷洞窟は、城山公園の区域には入っていない。 ありがとうございます。